ハイドリックストラグルズのウィメンズインクルージョンネットワークが主催するダイバーシティインクルージョンのトークショーウィントークへようこそこのトークセッションは世界中の女性に対してキャリアの可能性を最大限に引き出すためのインスピレーションを与え支援することを目的としています私はウィメンズインクルージョンネットワークのメンバーでハイドリックストラグルズ日本オフィスパートナーのイーヌマ・アヤと申します 私は金融サービスプロフェッショナルサービスホームリスクコンプライアンスガバメントアフェアズ業務を統括しています本日は日本 IBM 株式会社の IBM コンサルティング事業本部ビジネストランスフォーメーション事業部にて執行役員としてファイナンスサプライチェーントランスフォーメーションをご担当されている川上優子さんをお招きしお話を伺いたいと思います川上さんは 外資系コンサルティングファームスタートアップ企業を経て2009年に日本 IBM 株式会社に入社されました2009年から2021年までは製造業を担当し現在はファイナンスサプライチェーントランスフォーメーション担当として全業種のお客様に対して DX を推進していますまた2017年より女性のエンパワーメントを積極的に支援し日本 IBM Women's Council のリーダーを務めていらっしゃいます D&I ののの重要性といいうのは現在多くの企業に認識されています川上さんからご覧になって日本における DI の意味また日本企業の DI の取り組みについてどのようにご覧になられますでしょうか。 そうですね、あの経営者の,の DI への、えー、と認知度はあの上がってきてるかなと思います。というのもあのやっぱりいろんなコミュニティ作ったりカウンセル作ったりっていうのはどこの企業でも進んできております。で <laughs> いろいろご相談を受けるんですけれどもあのご相談内容を伺うにつけ、えー、と例えばあのボトムアップの活動が非常に多いなというふうに感じます。あのもちろん最初は経営者が あの、やりましょうって言い出して、えっ、ー、と、コミュニティなり、あの、チームを作るんですけれども、えっ、ー、と、どうもそこから、あの、ボトムアップの活動になるので、えっ、ー、と、ボトムアップで女性たちがネットワーキングをすると。楽しいね。あの、いろんな人がいてよかったね。で、次どうするんでしたっけっていうご相談が非常に多くてですね。で、あの、その先どうしましょうかっていうと、なかなか今度経営層が動かないっていうお悩みを皆さん抱えていらっしゃいます。ということは、つまり、えっ、ー、と、やりましょうというふうなふうにはおっしゃってるんですけど、実際には そそんんななななににこのの D&I とといいいう意味はそんなに分かかって日本に対する D&I の意味というのは、まあ、とにかくあのジェンダーギャップ指数で非常に遅れを取ってしまっていて、あの何にせよあの油断すると単一、同質性のところであの固まってしまうというところがありますので、えっと、ここで D&I を本気でやることであの飛躍、国として飛躍できるチャンスなんじゃないかというふうに私は思っています。 なるほどですねあの先ほどおっしゃってた社長があのやろうと掛け声をかけて、まあ、その後人に任せてしまうという話がございましたけれども、うん、社長が最後までオーナーシップを持ってあの推進している会社とほ、まあ、他の部門に例えばダイバーシティ推進部のようなところに渡してしまう部門とでは、うん、かなりあの変革のスピードも社員の方の意識も違うように思っております。 そうですねあの私はいつもこうご説明する時にあの経営者のコ,コミットメントとあとは現場の活動っていうのをこうぐるぐる回すっていう絵をお見せするんですけどそれは何かというとお互いにこうフィードバックし合うということがすごい重要だなというふうに思ってますんでまさに飯沼さんのおっしゃる通りだなというふうに思います。 そうしますと日本企業あるいは日本の社会の中でより多くの女性のリーダーを登用するまたは育成するという上で 一番優先して取り組まなければいけない課題っていうのは、どのようなことになりますでしょうか。男女を比べると、女性の方がやっぱりこう自信がないとか、そういう観点では、まあ、どこの国でも。みんなそうなんですけど、こんなに、あの、マネージャーを嫌がる国はないというふうに言われてます。うん、<laughs> で、えっと、そこの背景としては、やっぱり、あの、ワークライフバランスですね。あの、育児とか、が、もう、とても大変、もしくは大変に見える。 ということが大きな壁にはなっているので、えっ、ー、とずーっとこればっかり言ってんのもと思いますが、そこは解決しなきゃいけない問題だなというふうに思います。であともう一つはやっぱり文化的にこうバイアスだったり、えっ、ー、とおしとやかにしなきゃいけないっていうのも、まあちょっとあのえっ、ー、と皆さんをそういう行動に借り立てる理由にはなっているかなというふうに感じます。でもう一つがまあ、あの管理職は育成していかなきゃいけないんですが、エグゼクティブ層の女性っていうのを増やしていかないと、あの意識 意思決定の場に女性を増やさないとあまり会社は変わらないということで、意思決定の場の女性というのは今どんどん増やしている時だと思うんですが、えっと、増やして、あの、なりましたと。でもなんかこう、とっても一人ぼっちですと。なんかこう、みんなもなんかそんなにサポーティブじゃないしねっていう風になってる女性も結構多いなという風に感じます。 であのやっぱりそういうふうに一人ぼっちにしてしまうとやっぱりだんだんだんパフォーマンスが下がっていってしまうっていうところがありますのでせっかく見つけてあの引き上げた女性をやっぱりもうどんどん活躍してもらうっていうこともしていかなきゃいけないなと思ってます。であの IBM としてはあのその2つの課題に対して、まあ、あの管理職に関してはあの他社様と組んで、えー、外部向けの管理職育成女性の管理職育成のプログラムをご提供したりあと弊社の のアマギの施設がございますので、そちらにえっと女性の役員を集めあの集まっていただいたり、部長レベルの方に集まっていただいたりしてクローズドの場でディスカッションしたりっていうのをやっております。素晴らしい取り組みですね。あの女性の役員になりたがる方が少ない、リーダーになりたがる女性が少ないっていうお話はですね、私どものお客様からも非常によくあの聞くんですね。であの それはあの一つにはですね女性がこうプロモーションをする時のこうモチベーションとかこう意識っていうものが。 男性とちょっとやっぱり違う部分があるっていうところが大きいかなと思っていて。うん、で女性の場合は、まあお話を伺ってますと。まあ周りの人がこう期待をしてくれている、うん、評価もしてくれているので。まあそれに応えたいと。だけれども、もし応えられなかったらどうしようという不安が先に立ってしまうと。いうような、あの話を聞きます。うん、で一方で、こう男性はやはり、あのより大きなこう権限を得られるとか。あのタイトルが偉くなるとか。あの、まあ、お給料が上がるとか、まあそういうところでこう。 自然にこうプロモーションをこう目指しているというあのケースも多いのでそういったこう男女のこう心理の差みたいなところに着目するというのは重要かもしれないでですすね。ね、うん。そうです、ね、あの女性は人のためなら頑張れるという方がすごく多くてあのとにかく頑張りましょうよというのにただ頑張りましょうというとなかなかいかないのでいつもこう、ななみんなのためにとかそういうふうに言うと結構皆さんあのじゃあっ,って動いてくれるというのがすごいあの違いだなというふうに思っておりますありがとうございます。 じゃあ次はあの川上さんご自身のことについいて少しお話を伺います、うん、あの川上さは外資系のコンサルティングファームで、まあ、キャリアをスタートされて、まあ、スタートアップ企業でも仕事をされご自身でも起業されてまその間3人のお子さんの出産と育児も、うん、あのご経験されていて、うんはい、でそれで今非常にあの IBM さんの中でも大変シニアなポジションにいらっしゃるわけなんですけれども。 まあ、さまざまなご苦労も終わりになられたかと思います。まあ、ご自身が、あの、一番こうチャレンジだったなというふうに、こう振り返って思われること。または、そのご自身の転機になったような出来事が、何かあれば、お伺いできますでしょうか、うん。はい。あの、そうですね。あの、私、最初の会社で、えっと、子供、双子を出産したんですけれども。あの、それはもう、一番、私の人生の中では、あの。今まで、それまでは、あの、あんまり、こう、マイノリティだとか。 女性だからなんとかだって、そんなに思ったことはなかったです。あの、違いはあるなとは思ってたんですけど、もうそこでものすごいハンディキャップみたいなのを背負ったような気分になって、もう二度と戻れないんじゃないかと、すごい不安になった日々っていうのは、未だにお盆に出せるぐらいなんですね。で、あの、そんな時を経て、まあ、ちょっと生き延びるためにといろんなこう道を、 たどったんですけれども、あの、それでまあ自分で起業するっていう道にたどり着いて、これでいい、いいんだと思ってやっていたところ、あの、今度はリーマンショックですかね。金融危機がやってきまして、あの、そんなことは全く、物う天気に暮らして全く想像してなかったので、もう本当にこれもびっくりして、<laughs> 外的要因でこんなに一気にもう何もできなくなってしまうなんてことがあるのかと。で、大企業はなんでこんな時にこんな強いんだというふうにもう身にしみて感じたので、あの、 結果的に IBM を選択するっていうところになりまして、で、IBM を選択したのは、その、えっと、身に染みた、その100年生き,生き続けた、そのどうやって生き続けるんだろうっていうのを知りたいということと、もう一つが、あの、やっぱりあの、働きやすさっていうのをずっと結構軽視して、 それでも生き延びてきましたみたいなところだったんですが、あの、ここでまあ一つ三人も子供もいるので、まあ子子育てもちゃんとしなきゃいけないし、ちゃんと仕事と子育てと両立できる企業っていうのを一度は選んでみてもいいんじゃないかというのが結構ありまして、あの、アイベンはもう成熟、その観点では成熟していたので、特にあの、すごくこう子供がいるからできないよねと言われることもなければ、あの、なんか、あの、なんでしょうね、過剰にこうなんかされるってこともなく、自前にこう、 あの対応してもらえるっていうこの働きやすい環境でどこまでやれるんだろうっていうのをやった結果が今という形になってますね。なるほど。 あのまあ働きやすさをこう追求していくっていう点において、まあ、日本はその少子高齢化でですねもう労働人口がどんどん減るって言われてますけれども、まあ、そ,のそれに対して、まあ、女性がこう働きやすい制度をこう作っていくっていうことは数多くの会社がまあ取り組んでこられて、まあ、ここ十数年の間だいぶあの進歩はしてきてると思うんですね。で一方で、まあ、あの日本 IBM さんは多分そういう会社なんだと思うんですけどその制度を本来あるべき姿で 運用できている会社っていうのは多分まだそんなに多くないのかなという、うんうん、あの気がしておりますが、うんうん、はい、そうですね。<laughs> あの女性が活躍するにはまあもちろん制度も大事なんですけど、私いつもこうあの JWC という活動を通じてえっと過去も振り返って何があの必要な項目なのかっていうのを挙げているんですが、一番最初にライフとワークこれが制度がメインになってで次があのキャリアとスキル で、この本人のキャリアの計画がちゃんと立つことと、あとスキルがつけられることなんですけど、あと機会とかあの評価ですね。で、最後が意識と文化っていう。で、結構あの、日本企業の皆様は、あの、制度のところやったぞ。次意識だ、気合だってなるんですけど、やっぱあの、スキルは、キャリアは、 重要なのでどんな方でも重要です。というのが真ん中がいりますよという話と、あとこのスキル、あ、好きじゃなくて、ワークとライフの制度のところも、あの、全然使われてない。おっしゃったみたいに、あの、あるんだけど、みんな使える状態ではありませんとか、あと、例えばパンデミックによって、あの、弊社もそうなんですけど、えっと、いいと思ってたものがちょっと違うよねってなったりすることもあると。なんで、この制度も硬直化しないように、きちんと使われるものになるように見直しをかけるってことはすごい重要。で、かつそのスキル、 いるだのえっ、ー、と意識だのっていうのをずっとやり続けるこのサイクルをやってようやくこうあのダイバーシティというのをやるんだなっていう会社が出来上がりようやくみんなが働きやすくなるっていうのがなんかあのやってみた実感というところでございます、ね、なるほどまああの日本 IBM さんは。 非常にこう女性活躍推進とか、女性のあのタレント育成っていう点では。常にこうマーケットの先頭を走ってる。うん、もうその代表的なあの企業でいらっしゃると思います。で、あの、なぜ。そのそこまでこう成功してこられたのか。うん、まあ、その秘訣は何なのか。こう知りたいと思ってらっしゃる。あの方っていうのは大勢いらっしゃると思います。うんはい もしあの、まあ、他の企業ないしはまあ組織であの明日からこう取り入れられるようなことがもしあるとしたらあの少しその秘訣を教えていただけないでしょうかそうですねあの一番私がこう IBM が強いのって実は歴史を持ってることだなっていうふうにすごく思ってまして100年以上の歴史をずっと D&I をやってますっていうあのカルチャーがありますっていうところがすごく大きいんですけどそうすると DNA に入り込むので、えー、と皆さんの振る舞いも 変わると例えば、あの、なかなかご年齢のいかれた男性の方が、えっ、ー、と、D&I について話してくださいって言われても、急に言われても、こう、結構、なん、何のことやろうってなってしまうよねっていうのが、まあ、みんなそれなりになんか、あの、見識を持てるっていうようなのって、結構 DNA みたいなところかなというふうには思います。ただ、まあ、そんなことを言うていると、どの企業も誰もできませんって話になってしまうので、えっ、ー、と、やるとすると、やっぱり、あの、上の皆さん、 が、えっと、みんな行動を変えるっていうことはすごく重要。経営されるしている皆さんが行動を変えるっていうことはすごく重要だなというふうに思います。で、そうじゃないと、なかなかまあ、ボトムアップしただけでやっていても、あの、ビジネスの話になると、急に優先順位が下がってしまうんですよね。例えば、売上を伸ばしましょう。利益を伸ばしましょう。ダイバーシティはやりましょうっていう優先順位だと、どうしても、 あの、会社って成り立いくら気持ちがあっても、いくら倫理観が強くてもできないので、やっぱそこの優先順位っていうのをまず上げるっていうことは、うん、あの、近道かなというふうに思っております。 その女性に対するあの研修とかトレーニングをあのもちろんされてると思うんですけど、男性に対してもやはりされてるんですかそうですね。あのえー、とよくあの所属長あの、やっぱり一番触れるのがマネージャーだったり所属長だったりっていう形なんですけど、その人たちの振る舞いがあの間違っていると、えー、とこの会社って D&I って言ってるけど全然違うわっていうふうにすごくなりがちなのであの、そういうマネージャーの皆様に向けた、えー、D&I の知識をつけるとか、あと実 実はこういう気遣いってマイナスになってるんですとか本当はここは気遣わなきゃいけないんですとかっていうようなことをセッションでやってケーススタディで学ぶみたいなことはあのやってましてこれはあの結構継続してやらないとダメなんですけどあのかなり好評毎回学びがありましたと皆さんあ<ー>言ってくれる研修にはなってます。 で,す、ね、であの現在その会社として、まあ、その女性の活躍推進をこう支援する上でこういろんなあの研修プログラムをあのやってましてで私もあの一昨年ですね女性のパートナーにあのフォーカスをした研修のプログラムにあの1年ほどあの参加いたしました。うん、でその中であの得た学びとしてですねやっぱりあのどうやってこう人に対してこうインフルエンスをこうしていくのかっていうあのことをこう学んだ機会がございましてそれはあの非常にあの自分の中でもあ,のありがと ありがたい、あの研修だったなというふうに、あの感じております。まあ、継続的なこの学びの機会を、女性だけじゃなくて、こう男性に対しても。与えるってことが大事なんですね。あります、ねはいはい。本当にそう思います。最後に、あのテクノロジー業界のを目指すですね。次世代のプロフェッショナルに対して。あの、もしアドバイスとかメッセージがあれば、お願いしたいと思います。特に。 テクノロジー業界に興味があるこう若い女性たちに、うん、あのメッセージがあれば、あのあぜひお願いいたします。はい、どんな業種にもあの、ものすごいテクノロジーがあの、IT が遠そうな業種でも、今はもうすべてあの関わる。なのであの、やれることの幅が本当に広いなと思うんですね。であの こ,うこれを体験しておけば、もう結構何,何でもこれからできるんじゃないかっていうこともある。スキルがつくという意味でも、非常に良い,い業界ですので、えっと自分た、自分のキャリアを築きたい、えっと、どんなライフステージでも築きたいと思うんであれば、むしろテクノロジー業界に入って、どんどんスキルをつけていくっていうのがいいんじゃないかなというふうなが私のおすすめでございます。ありがとうございます。 えっと、今日は大変あの様々なお話を共有していただきまして、とてもあのたくさん学ばせていただきました。川上さん、本日は様々なお話を共有いただき、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ハイドリックストラグルズは多様な人材の育成と、それを支えるリーダーのエグゼクティブサーチを通じて、今後も企業の d&i を支援していきます。 私たちは女性の才能を育み多様性を高めるために変革を促し人材育成に関わる企業の取り組みを今後も支えてまいります。